経済と環境、2つのエコの両立、このあたりについてお話を伺えればと思います。はい。エコって聞くと多くの方は自然環境の方を意識されると思うんですけども、私はまずエコノミー、経済を大事にすべきだと考えています。というのは、経済よりも環境の方を優先するんであれば、単純に人がいなくなればいいんですよね、うん、はい。それが一番自然なので、自然というか元の姿なので、でもそういうわけにはいきません。だとするならば、人が人としての営みを続けながら、でも環境、自然と調和していく。これが本来目指すべき姿なんですね。その意味で、無理をして、いわゆるエコロジー、これを取り組んでいるような期待があると感じます。例えばですけども、ソーラーパネル、太陽光発電のパネルの義務化、義務までする必要が本当にあるんだろうかと。あそこに経済合理性がどれほどあるのか。もちろん何年かで回収できますと、国の補助、都の補助で、という話ではあるんですが、あれ自体も、その、まあ、天候のリスクもあれば、災害によってどうなるかっていうリスクも言われてます。たときに、本当に義務にしていいんだろうか。環境も大事なんですけど、何より経済、その合理性が損なわれてたら、元も子もないんですね。人間、我慢は続きません。なので、無理をしないように、普段の生活、その営みが止まらないように、それを軸に環境整備を進めていくべきだと思ってます。ありがとうございます。この経済と環境というと、今話題の神宮の再開発問題が皆さん頭に浮かぶと思うんですけども、このあたりについてお考えをお聞かせください。はい。外苑の問題、話題に関しては、まず、広く冷静な議論を呼びかけたいと思います、うん、というのは、これまでの東京都のやり方、そこに不満があったという気持ち、声は分かります。ただここから東京都として何ができるかというと、あくまで民間事業者の開発計画なので、せいぜい提案なんですね。で、じゃあ民間事業者がどこまで対応する責任があるのかというと、これかなり難しい問題です。なので、これまでの話を全部ご破産にするなんてのは難しいので、改めてここから皆さん冷静になって、何が課題なのか、どうすればもっといい方向に向かえるのか、その話し合いをする機会を提供する、これはやっていった方がいいんじゃないかなと思います。ただ今もうすでにちゃんと公表されている通り、あの再開発によって緑の量ってのは減らないんですね、うん、むしろ増える。そこまでちゃんと届いてるのかな、うん、理解してもらえてるのかなっていうのはやっぱり不安に思ってます、うん、なのでそのあたりをしっかり伝えながら、でも声を聞く、そこから始めていいんじゃないかと思います。でもあの事例が象徴する通り、人と自然の調和、これは東京都民にとってすごく大事なテーマなんだと思います、うん、坂本龍一さんが都知事宛に手紙を出されたと、うん、それ私拝読したんですね、ネットに上がってたので。で、その中で知ったんですけども、かつてのブルームバーグ市長が、ニューヨークシティに緑を植えると、木を植えると、その計画を実行されてた、その後に、実現した後に、私実はニューヨークのマンハッタンに行って住んでました。で、確かにマンハッタンの中は特に都市化が著しくて、まあ普通に考えたら住みにくいんですけども、だからこそこの緑が、公園とかに憩いの場がちゃんとあるっていうのが、すごくニューヨーカーにとっては欠かせない、うん、本当に大事な機会になってな、なってたなっていうふうに感じます。その意味で、この緑の緑化っていうんですか、うん、はい。東京都の中に、特に23区の中に自然を取り込んでいく。これは、東京都の持続可能性のために、大いに活用したいというふうに考えます。災害リスク対応のところで、石丸さんはリスクファイナンス、この復旧復興に対する財政的な準備を掲げてますが、これについてお考えをお聞かせください。はい。災害っていうのは、いつか
必ず起きます。でその時には当然被害が出るんですね。で大事なのはその被害の後いかに早く復旧するか復興するかです。そのためにはどうしてもお金が必要なんですね。なのでこのお金を事前に準備しておきましょうっていう話です。まず行政としては貯金を貯めておく、これは財政調整基金っていうのがあります。で一頃1兆円ぐらいあって、まあ、そこを突きそうになって、でもそこからまた戻ってきてるんですね。でひとまずこれは多ければ多いほど良さそうに見えるんですが、他に使えなくなってしまうお金なので、まあまずは過去のピーク1兆円、ここを目指してこの貯金は財政調整基金は積み立てていこうと考えています。でもそこよりさらに基金を積み立てると、要は使えないお金、死に金が増えてしまうだけなので、違う手法を活用すべきだと思います。それがリスクファイナンス、金融商品の活用なんですね。これ実際他の国々で例があります。カリフォルニアとかメキシコだったと思うんですけども、それらの場所で、災害ボンド、カタストロフィーボンド、その名前そのままですけども、というのがあります。それは債券を発行するわけなんですけども、その中で保険のような仕組みが入ってます。いざ災害が起きた、お金が必要だ、そうした時にうまく資金として使える仕組みがすでにあるんですね。これを東京都としてもうまく使っていく、それは検討すべきだと思います。で、あとはやはり先ほどの自助、共助、公助、自助の方ですね、ここでも今のリスクファイナンス、これをしっかりと浸透させる必要があると思います。まさに今話した保険ですね、これは公が用意するものではなく、やはり自分の身は自分で守る、自身の生命財産、この責任を負うのはとことん自分なんですね。その意味できちんとリスクを認識し、それに備えてもらう、その意識の醸成がやっぱり今これからの時代は必要なんだと思います。これは家計、個人においてもですし、企業、会社、組織においても同様に、このリスクに備える、リスクをヘッジする、この啓発をやっていくのは、それは東京都の役割だと考えます。